四日市市文化会館は、三重県四日市市に位置する多目的ホール。1982年8月に落成。常設展示室では1万古焼きを展示する。指定管理者として、四日市市文化まちづくり財団が、管理運営を行っている。四日市市によれば、文化不毛の都市と呼ばれた四日市において、汚名を返上すべく建設された、県下市のデラックス施設である。 それまで文化活動に使用されてきた四日市市民ホールが手狭になったことから市政志向80周年事業として48億円をかけて建設された。自主事業としてオーケストラや小編成のアンサンブルによる公演、セミナー等をシリーズ化したクラシックシリーズ。落語や自主プロデュース能公演、四日市能などの伝統芸能。 有名歌手によるポップスコンサートなど幅広いジャンルの自主事業を行っている。平成27年度からは演劇シリーズ4分ドラマコレクションを立ち上げ演劇公演にも力を入れている。近年ではパントマイムやオペラ公演などの自主制作公演も行っている。ホールに併設される展示施設では 常設展示として、年3回ほど会期ごとに、四日市の名産である一万古焼きの作品を展示しているほか、年1回は、企画展示として、竹久夢二や中川和正などの著名な作家の作品なども展示している。令和元年10月に、ホールがリニューアルオープンした。収容人数1786席。そのうち車椅子席は10席。 可動式のオーケストラピットがある。主に歌舞伎やオペラ、クラシックコンサートにも対応できる。収容人数は593席。そのうち車椅子席は4席。第1ホール同様伝統芸能などにも対応。第3ホール収容人数最大300人の大会議室。施設の無料 Wi-Fi が使えます。第4ホール収容人数最大400人の多目的ホール。A B、C と3分割して、その利用も可能。ありがとうございます。